弊社が今回展示させていただいておりますのはトランコム社のウェーファーの血管検出器でございます。で、特徴としましては長年ですねファブの中で半導体の装置の不具合をセンサー等で検知するっていう知見がある会社がですねあのウェーファーそのものの血管を見つけるっていう、まあ、目的で AI を活用してウェーファーについた傷、それからアーキングの、まあ、残りのマークであったり薬液の残留のシミだったりをですね、検出するというものを開発して、まあ、今回あの日本でご紹介しております。従来はですね画像比較であったりあの、まあ、顕微鏡レベルでもしくはあの人手を使ってウェーファーについた傷というのを調べるっていうのが主流だったんですけども今回ですねあの AI を使うことで非常に最初からあの教育された状態で、まあ、人間と同等もしくはそれ以上のですね熟練工が実際に肉眼でウェーファーの傷を見るというようなコンセプト であの AI の一つの大きな特徴があの教育ができるというのでお客様の実際使われているツールであったり工程であったりに合わせて AI が賢くなっていくっていうのがこの製品の大きな特徴になっています。台湾ではですねもう最大手のお客様それからそのもう一つ2番手のお客様にも実際に導入されておりまして日本国内では今ですねやっと拡販を開始したところですのでお客様のテストが現在始まっておりましてもう出だしは現在上場でお客様も非常にこれは効果があるよねというふうなお声をいただいております。